ぶんちゃんの元気リポート。はい、こんにちは。浦安の皆さん、葛飾 FM から引っ越してきました天海俊人こと文ちゃんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、佐々木千明です。この番組は元気自由人天海俊人さんこと文ちゃんがラジオをお聞きの皆様に健康面からのいろんな情報を通じてより元気になっていただこうと始められた、他には全くないそれこそ自由な切り口や観点でお伝えしていく番組です。そうですね、私がいつもね、自分で病気になりたくないので、やってる健康法とか、ポイントをお話しするコーナーです、はい、そしてですね、この文ちゃんの元気リポートで番組アシスタントを務めさせていただきますのは女優でタレントの佐々木千秋と申します。はい、千秋ちゃんよろしくお願いいたします、はい、現在は CM、E テレをはじめドラマや映画を中心に活動させていただいております、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、それでは順番が前後しましたが、そもそも文ちゃんとはどういう方なのかということを私から簡単にご紹介させていただきたいと思います。はい、文ちゃんは福島県のご出身で、高校まで福島でお過ごしになられ、大学進学を機に上京、サラリーマンなどのお仕事を経た後、東日本大震災を体験され、50歳を迎えられ、人生をリセットということで、以来ファスティングや健康に注目され、現在は鍼灸師の資格習得を目指して勉強中という、とてもアグレッシブで文字通り元気自由人な方です。はい、そうでーす、はい、なんとか進級2年生なりました。はい、頑張ってます。頑張ってください、応援してます。まあ、こんな2人でね、今回から楽しく皆さんに少しでも元気をお分けできる番組作り目指していきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日もよろしくお願いします。はいはい、それではまず最初のコーナーは、文ちゃん元気マニュアルのコーナー。このコーナーは元気自由人文ちゃんが経験と知識に基づいて独断と偏見で元気マニュアルを紹介していくコーナーです。はい、今回は瞑想&マインドフルネスについてお話を伺っていきたいと思います。はい、まず文ちゃん、大まかに言うと瞑想&マインドフルネスっていうのはどういうものですか？はい、そうですね、瞑想マインドフルネス、最近ではね、マインドフルネスっていうのが結構ブームになってきてるんですが、まあ、私が提唱してるのは、疲れない、悩まない、体と、ね、心を作る、まあ、5つの分野に私は考えてまして、それが1つが食事、2つ目が呼吸、それから3つ目瞑想マインドフルネス、4つ目が睡眠、それから5つ目が歩くこと、あと姿勢をきちっとすること、これの中の一つが、まあ、瞑想という捉え方をした方がいいと思ってるんですね。なるほど。ですから今日はその中の瞑想のことをちょっと中心にお話ししたいと思います。わかりました。はい、まあ、大手企業さんとかも、結構経営の中に入れ込んでいる、ということで、アメリカのね、Google 先生、Google なんかの社員の方なんかは、プログラムを作ってやってますね。ですから最近ブームになってるってことですね。なるほど。はい、ではですね、まず瞑想とは、これもですね、あんまり難しくね、考えない方がいいんですよ。っていうのは、例えば日常の日々のこう行動の中で、こういうふうに座る、それから正座をする、それから、2番目に椅子に座る、ソファーに座るっていうケースもありますよね。あと立ちながらでもできますし、歩きながらこうね、することでもそんなにこだわらなくてもいいですし、5つ目は夜寝る前に、することもできますので、そんなにね、難しく考えなくてもいいと思ってるんですね。で、それを今日は、簡単に、そんなに時間もないんですが、簡単にお伝えしたいと思っています。なるほど。では瞑想法、やり方に、どんなものがあるのかまず教えていただけますか？そうですね、簡単に今日は分かりやすく言うと、こういうふうに姿勢をきちっとしましてね、こう半目、こう薄目でこう一点をこうずっと集中して見るわけですよ。その時の一番のポイントが呼吸です。呼吸を、例えば一点を集中して呼吸を、10回ぐらいこう繰り返すと、大体、2分とか3分ぐらいでいいんですが、その時の ポイントがこう息をね、吐き切るんですよ。それがなかなかね、皆さん
できない方が多いんですが、慣れるとすぐできるようになりますので、それを中心にしてその瞬間はね、はい、まあ、なかなかこれね難しいんですが、もう全てのことを忘れる、はい、ああそうなんですか呼吸に集中して、でそれでね、できるんであればその自分の体の細胞の声を聞くとかね、はい、あの心臓の音を、ああなるほど、聞いていくとか、はい、そういうような意識があると効果が倍増しますので、はい、そういう意識を持って、まあそうですね、頑張って1週間ぐらい続けると、はい、あの自分の体がどんどんあの変わっていくのが分かりますので、ぜひね実践してもらいたいと思いますね。あ、はい、なるほど、はい、今日文ちゃんあの書いてきていただいたんですよね、うん、そうですね、はい、まあ、さっきのお話がこういう形、あのまとめとして書いてきてくださったので、はい、まあ、後でね、あの YouTube なんかも見れますので、そうですね、ご覧になっていただけるかと思います、まとめてきてみました。はい、こんな感じですね、はい、では文ちゃん、あのマインドフルネスっていうのが今すごく人気というふうに伺っているんですけれども、はい、その理由っていうのは何なんでしょうか。はい、やはり今あのスマホあるじゃないですか、はい、スマホでねメールとか、あとブログを見たりとか、はい、情報を取る、そうですね、千秋ちゃん一日どのぐらい時間かけてますそうですね、結構やっぱりスマートフォンを見る時間は非常に多いと思います。もう肌身離さず、はい、ゲームやったりしてる方も多いし、そうですね、こうね、ブログを皆さんも見たりとか、ね、まあ、情報が氾濫してる中で、自分の頭を1日2分でも3分でもクリアにするっていうことを、はい、こう皆さんね、こう必要としてるから、はい、あのその一つの対策って言いますかね、はい、あの解決策として、あのマインドフルネスっていう、まあ、座禅とか瞑想っていうとね、あのちょっと皆さん一歩引いてしまうことがあると思うんですが、はい、マインドフルネスっていうとね、やっぱりこうアメリカから来た、皆さんねすぐ飛びついてる文ちゃんなんかね昔から、はい、座禅なんかはお寺行ってやったりとかしたことがあったんで、もうそれはね小さい頃から結構習慣化されてるので、それを皆さんに今日ねお伝えしたくて、まああんまりマインドフルネスっていうとやり方難しく考える方多いんで、はい、そんな風に考えなくて、はい、まあ、例えば散歩してる時、あと電車の通勤、はい、通学途中、それからまあね、お寺行ったとか、まあほら神社行ったりすることあるじゃないですか、はい、そういう時に、あの私はやってますので、皆さんもそんなような瞬間に意識的にこうやってみるといいと思ってるんですね、はい、結構もう安全、まあ、断食とかしたりとか、うん、はい、まあ、そういうなんか禁欲したりとかっていうよりも、はい、あの本当に安全安心にできるっていうところとか、うん、あとコストがかからない、かからない、ね、いつからでも始めれるというもので、お金かからないね、一番いいです。でそれでさらにポジティブになれるんだったらっていうところはありますよね。そうですね、あ、だから人気なんですね。今日からでも始められますもんね。ぜひお願いします、やってみてください。なるほど。ちなみに、はい、そのマインドフルネスの効果っていうのは、まあ、先ほどもちょっとお話しいただいたと思うんですけれども、はい、どういうことがあるんでしょうか。そうですね、これも5つにまとめてきてみましたけども、はい、まずね、一つはストレスを減らすこと、はい、まあ、チェキちゃんも心配事とか不安なことあるでしょはい、ありますね。そういうことを解消できる、はい、まあ、2番目は自律神経、まあ、これはね、あの、まあ、ちょっと難しくなりますから簡単に言うと、副交感神経優位にするのにはさっきの呼吸で吐くことを意識すると、はい、あのリラックスした状態に体はなりますので、はい、その自分のコントロールできるのは呼吸です、はい、で3つ目が免疫力のアップも期待できますし、4つ目はね、集中力が高まって、まあ、アイディアとか想像力、発想力が高まります、はい、でやっぱりね、最後の5つ目は心の平安が得られる。あ、うん、なるほど。あの自分の心がね、自由なこう、はい、心を得られることができますので、千秋ちゃんみたいにね、こういう世界にいるとね、はい、あのすごくいいですから。あ、そうですか。実際やってみるとね、不安とか心配事もなくなるし、ああでもね、まあでもね、毎日意識的にやらなきゃダメですよ、やっぱり。あ、そうですね、うん、皆さんね、途中でね、やめちゃう方すごく多いんでドキッとしましたね。そう、継続しないとダメです、何事も。なるほど、はい、まあ、病はほあの気からってよく言いますから ね、まあ、内側からこう健康になっていくっていうことは、はいはい、あのこんなねストレス社会では大事なことなのかもしれません、ね、過去のことも未来のことも全て考えずに今この一瞬にこう心を集中するっていうのがポイントです。なるほど、わかりますか。
わかりました。まあ、千秋ちゃんまだ若いからね、なかなかその文ちゃんが言ってることね、いやこれから、ね、理解できないかもしれないけど思います、うん。ぜひね、実践してやってみてくださいね。はい。ではリスナーの皆さん、はい、いかがだったでしょうか。はい、文ちゃんにも帰ってきていただきましたが、以上、元気マニュアルのコーナーでした。はい、そうです。改めまして今回から始まりました新番組文ちゃんの元気リポート、担当は文ちゃんと佐々木千秋です。さてここからはスペシャルゲストをお迎えいたしました。世界の指圧師剣の異名をお持ちのマッサージセラピスト山本剣先生にお越しいただきました。剣さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではまずは簡単に山本剣先生についてご紹介をさせていただきたいと思います。はい、はい、山本剣先生は一般社団法人フリーマッサージプロジェクト協会理事長、これまでに独自のユニークな表現方法で開発した剣指圧スキルを400名以上に指導されます。 YouTube にて指圧に関する動画を1500本以上発信、2016年現在で総再生回数は1300万回を超え、すごいですね。まあ、業界ではトップクラスの知名度を誇る、先生です。はい、人と人との触れ合いによるコミュニケーションの素晴らしさを世界中と分かち合うために、国とか人種を超えて、まあ、世界各地で肩もみによるフリーマッサージプロジェクトを刊行されています。はい、日本では銀座と新宿にて定期的に肩もみの上手なやり方を教えるワークショップ、肩もみサークルを開催。多くの方にコミュニケーション最高スキルであるというマッサージを活用してもらい、人生をより豊かにしてもらいたいとの理念のもと、一億総セラピストを目指して日々活動中です。まあ、こんな山本先生にですね、いろいろとお伺いしていきたいと思います。はいはい、私はね、あの銀座の肩もみサークルたまに行ってね、うん、あ、そうなんですか。誰でも行けますんでね、なるほど、楽しいんですよ。まずですね、文ちゃん、はい、あの私いろいろ質問していきたいと思うんですけれども、はい、先生、あのマッサージセラピストっていうのは、はい、どういうものなんですかね。まあ、文字通りはあのマッサージをね、まあ、してあげることの、はい、あ、してあげる人のことなんですけども、はい、まあ、セラピストは、まあ、直訳するとまあこう、ね、治療家みたいな感じなんですけども、うん、まあ、日本では癒す人っていう感じですね。イメージ強いですね。なるほど、はい、うん、なんかこうマッサージ師だとこう国家資格が必要とか、うん、そういうのもあるんですかね。まあ、国家資格は必要ですけども、うん、癒しのね、リラクゼーションのマッサージはね、はい、もう今はもう本当に、国も認めてるので、あ、まあ、いろんなタイプのマッサージあるよっていう感じですよね。千秋ちゃんも行くでしょ。60分3000円とかそうですね、うん、あのよく行きます。あ、そうなんですね、はい、マッサージすごい好きなので働いてる人のことですね。あ、そうですね、うん、そうなんですね。はい、はいはい、では先生、あのマッサージ師になられる、うん、なろうと思った、ええ、そのま、あのきっかけとかっていうのは何かあるんですか。まあね、かっこいいこと言うと、こう人をね、こう癒したいっていうね、はい、一人でも多くの人を癒したいっていうふうにね、言えばいいんですけども、はい、まあ夢のないことを言うとですね、はい、まあ、家業がね、まあ、指圧マッサージをやってたと。そうなんですね。はい、で、まあ、父と母がね、まあ、やってましたので、まあ、僕も自然とこうね、その道に進んでっていう感じですかね。はい、小さい頃からね。はい、なるほど、小さい頃から、まあね、じゃあもう小さい頃からね、親の子を、そうですね、見て、はい、見てやっぱり勉強ね、小さい頃にこう取得してるものっていうのは、まあ、仕込まれたという感じですかね。DNA が、はい、DNA が、まあ、サラブレッドかなと自分では勝手に言ってるんですけどね。あ、なるほど、そうなんですね。はい、はい、あとですね、うん、フリーマッサージプロジェクトというのを私初めて聞いたんですけれども、うん、まあ、世界各地でも行っているということで、うん、そうですね、はい、このフリーマッサージプロジェクトっていうのはどういう活動というかプロジェクトなんでしょうか。まあ、あの分かりやすく言うと、こうフリーハグみたいな感じのですね、はい、マッサージをマッサージセラピストだけのものにするのではなく、この一般の人でもね、はい、こうあの気軽にマッサージを使ってコミュニケーションをしましょうよという、コミュニケーションね、そういう感じですね。いいでしょ、はい、いいですね。あのやっぱりこう一般的にはマッサージ屋さんに行ってマッサージのね、やれる方がやってるっていうイメージですけど、そうですね、まあ、それをまあ一般的にも本当にお友達同士でもできるように、友達同士、カップル同士とか夫婦でもみたいな、やっぱり そこから生まれるコミュニケーションというか、こう絆みたいなのってあるんですかね。ありますね。やっぱりね、こう人はね、はい、触れられるとね、やっぱその人の心をね、こう開きやすくなると、
ていうね、まずいきなりこう触っちゃうっていうのが大事ですね。そうですね、はい、確かに。そうでしょう。そうでしょう。なかなかこう日本人って恥ずかしがり屋なん で、こう触れ合うっていうことがなかなかやっぱりないですからね、はい、なるほど、そういうコミュニケーションの、まあ、一環と考えてもじゃないからね。そうですね、うん、そうです。なるほど、わかりました、うん、はい、あと先生、あの私 YouTube の方拝見したんですけれども、ありがとうございます。たくさん指圧に関する動画すごいですよ、アップされていらっしゃいまして、うん、ね、めちゃめちゃ上げてますね、はい、これはどうしてなんですか、はい、まあ宣伝のためですね、自分のね。なるほど、そうなんですね、まあ、あとは、まあ、指圧やマッサージの主義でね、こう悩んでいらっしゃるこう、セラピストさんのために少しでも参考になればいいかなという感じでやらさせていただいております。いや、すごくちょっと、まあ、YouTube とは違うのかもしれないんですけど、うん、まあ、先生 の、 あの、はい、ホームページ拝見した時にワンちゃんのマッサージなんていうのが出てきてですね、はいはい、ワンちゃんもこうマッサージされてるのがすごい、ごい、ね、ごワンちゃんも喜んじゃう、はい、そうですね、気持ちよさそうにしてました。そうですね、はい、ワンちゃんマッサージ、ワンちゃんもね凝ってますからね、結構。そうですね、こう老犬の方が首が凝ってるなんてね、よく見ていただいてありがとうございます。なるほどと思いましたよ。ワンちゃんみんな帰ったらショコラちゃんやってみようか。あ、そうですね、私も落ち着いた時にやろうと思うんですけれども、はい、で、あの先生、あの結構一般の方向けにやっぱりマッサージスキル、はい、YouTube でもそうなんですけど、うん、伝える活動されていらっしゃるんですが、はい、これはなぜなんですか。そうですね、やっぱりこのコミュニケーションのね、この最高のスキルだと僕は思ってるので、うん、マッサージは、まあ、それをもっと世の中にこう広めたいとね、はい、そんな感じですかね。あ、なるほど、はい、あのフリーマッサージプロジェクトに、ええ、まあ、あの一般の方のワークショップに参加されたりすると思うんですけど、ええ、はい、ここで何か資格とかを得ることができるんですか。そうですね、これから協会でですね、はい、まあ、認定講師さんを育ててですね、そういう方たちにもっと多くの方にね、この肩もみのマッサージの素晴らしさをこう伝えていってほしいと、でそこで、まあ、こう検定試験でね、まあ、資格も発行していけたらなと思ってますね、はい、あ、じゃあ将来的にはそういう可能性も出てくるかもしれないということですね。はい、はい、ちなみに今具体的に、あ、今ですね、ぷんちゃん、ね、あのマッサージの、あ、ありがとうございますDVD の方ですね。そうなんですよ、DVD とかはね、あのネットで購入できるようになってて、はい、でこれね、あの専門家とか資格を目指している方だけじゃなくて、はい、まあ、さっきも言ったように、普通の一般の方も、はい、あのできるようなこう膝をね、効果的に使ったマッサージ方法とか、肘ですね、それは。あ、肘、はい、失礼しました、はい、大丈夫です、はい、肘をね、膝を使いますけどね、はい、体のいろんなところを使いながらね、マッサージしていくということですね、はい、なるほど、あのこのワークショップなんですけど、うん、まあ、こういう DVD とかもね、はい、発売されているんだと思うんですけど、まあ、具体的にこのワークショップ自体はどういう方が、うん、私たちでもすぐに参加できるものなのか、はい、どういう方が参加されてるんですか。そうですね、まあ、現役のセラピストさんはもちろんのこと、まあね、はい、あのビジネスマンの方とか、まあ、OL の方とかね、もう本当にたくさんの方にね、ジャンル問わずいろんな方にお集まりいただいてますね。なるほど、うん、そうなんですよ、うん、いろんな方が来てます。そうですね、いろんな人いますね。まあ、お仕事にするだけじゃなくて、やっぱり先生おっしゃってるように、うん、まあ、その恋人とか旦那さんにも、ね、気持ちよくなってもらいたいなっていうことで、はい、そこが一番やっぱね。そうですよね、なかなか肩もみって小さい頃の思い出しかなくてですね、大人になってから肩もみを人にしてあげるっていうことがあまりないもので、うん、はい、はい、すごく改めてコミュニケーションという部分で感じる部分がありました、うん、はい、そうですね、はい、はい、では先生、うん、番組のコンセプトなんですけれども、元気ということで、ご自身が元気、健康について普段心がけていらっしゃることは何かございますか。まあ普段あんまりね、僕健康的な生活してないんですけど、真面目なことを言うと、まあその自分のね、この機嫌をね、はい、取るようにしてますね。あ、機嫌、まあ元気の反対で機嫌みたいな感じでね。なるほど、まあまあそういう感じですかね。まあニコニコとね、常にこう笑顔でいることと、まあそんな感じですね。なんかお好きなこととか趣味とかはあるんですか、はい、お休みがあった時とか。あ、お休みの日はですね、はい、何してるんだろうな、よく聞かれるんですけど、よくわかんないですね、何やってるんですかね。皆さんと一緒ですよ、もう映画みたいなとかね。あ、そうなんですね、
まあ、ネットフリックスでね、なんかああいうドラマ見たりだとか、はい、動画を見たりとか、はい、ああなるほど、まあでもご自身が笑顔になるために、うん、その時その時でね、好きなものって変わってきますからね。ではですね、はい、あのちょっと私もちょっと聞きたいところがあるんですけれども、はい、うん、どうぞどうぞ、まあ、お家で、まあ、簡単にできる、うん、まあ、一人でもできる、はい、ワンポイントマッサージとかっていうのはあるんですか？ありますよ。ペアじゃないとできないとかはないですか？まあ、ペアが一番いいんですけども、はい、まあね、こう夫婦とかね、ご夫婦とか恋人同士とかね、ご家族でやるっていうのもいいんですけども、まあ、一人でやる場合はですね、はい、この足の疲れとかね、ほぐすやり方で、まあ、効果的なやり方があるんですけども、はい、まあこう、まあ、ゴルフボールをね、こう足でこうふみふみしてね、テレビ見ながらとかでもね、両足でこうゴロゴロやってもらうだけでもすごくね、はい、楽になりますね。あ、なるほど、はい、足の裏もやっぱ疲れてるんですかね。足もね、結構疲れますよね。そうですよね。僕もやります、結構背中とかね、ゴルフボールがいいんですよ、結構。あー、なるほど、はい、じゃあ一人でやるときはゴルフボールを、ゴルフボールですね、背中にこうね、そうですね、ゴロゴロと意外とね、ほぐれるんですよ。そうなんですね、はい、ぜひ皆さんも試してみてください。はい、どうぞ。はい、では、リスナーの方、うん、聞いてくださってるリスナーの方にメッセージをお願いします。はい、メッセージですね。はい、ですね、まあ、毎月ですね、はい、銀座とね、新宿にて肩もみサークルと題しまして、はい、肩もみをね、この学ぶワーク、体験ワークショップを、開催しておりますので、まあ、今月はですね、5月の22日ね、月曜日銀座で、開催しますので、はい、まあ、6月以降もね、開催してますので、参加してみたいと思った方はですね、はい、まあ、僕のホームページやね、僕のメルマガをご覧になって、ぜひ参加していただければなと思っております。はい、なるほど。じゃ詳しくは先生の山本健先生 の、はい、ね、はい、あのホームページをご覧になっていただければ、はいはい、YouTube も見られます。そうですね、 YouTube も見れますね、はい、見れます。ワンちゃんのマッサージ動画も、はい、見られますし、世界の施設兼って YouTube 検索したらたくさん出てきますから、はい、たくさん出てきちゃいます。そうですね、はい、結構あのいっぱい見ちゃうと思うので、はい、ぜひ皆さんもご覧になっていただけたらと思います。はい、はい、ぜひ、はい、はい、はい、ちょっともうあのお時間が来てしまったんですけれども、もはい、はい、先生いかがでしたか本日。はい、いやなんかね、はい、まああっという間だったなっていう感じですけども。あっという間、そうですね、あっという間ですね。はい、なんかこう先生のこうプライベートについてもうちょっとこう聞きたいななんて思ったんですけど、はい、はい、あの、ね、あのね、これからね、好きなこともね、はい、お疲れ3回かな、余計なこと言って。まあ本当にね、マッサージコミュニケーションのスキルとすごくいいので、そうですね、ぜひね、本当にね、ご夫婦とかね、恋人同士でね、はい、やっていただいて、はい、まあ、良き、人生に役立てていただければなと思っております。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、それでは今回のゲスト山本健先生でした。はい、先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん、もうなんとエンディングが近づいてまいりました。文ちゃんの元気リポートいかがだったでしょうか。来月からは月2回の放送で毎月第2、第4火曜日夕方18時からお送りしたいと思っております。月2回ということで、さらにいろんなコーナー盛りだくさんでお送りしたいと思っておりますの で、はい、どうぞよろしくお願いします。文ちゃんいかがでしたか。はい、ワクワクしてきますね。また頑張ります。はい、はい、ね、そしてこの番組ではですね、お聞きの皆様のご感想、はい、ご意見お待ちいたしておりますので、待ってます。はい、どうかこちらまでお願いいたします。ファックス番号 047-390-0666 047-390-0666、メールアドレスは fmu@fmu.co.jpfmu@fmu.co.jp 文ちゃんの元気リポートまでお待ちしております。それでは文ちゃんの元気リポート、また来月お耳にかかりましょう。皆様のお相手は文ちゃんと佐々木千明でした。ありがとうございました。さよなら。さよなら。バイバイ。